チャリロードさんの、古井崎電チャリロードさんのエリアにやってきました。到着しました。来た瞬間に捕まるかと思ったんですよ。おおで、あ、iMac 懐かしい。絶対90なんだけど、で、僕がめっちゃ暇な時は、はい、っていうかここちょっとあれですが、80年代ミュージアムなってますやん。すぐ腐った壁入ったし、だから漫画とこも僕の、はい、ダブル650日本一周チャレンジ16日目です。今日はですね、新潟県で狂い咲き原茶リロードさんのお宅に一泊させていただきました。朝飯はですね、仙台で単車にくくりつけてあったですね、差し入れのカップ焼きそば UFO で、おはようございます。今日はですね、北海道から折り返して秋田、仙台、新潟と来てですね、埼玉、群馬、忘れてないですよ、埼玉、群馬攻略しに行きたいと思います。そして私は西日本を制覇するのです。急げカッサンチャンネル。ちゃんと貼ってくれてますね、これね。さあ、ゲンチャリロードさんのところから出発したいと思います。目標は埼玉です。はい、おはようございます。ダブル650日本一周チャレンジ16日目です。今日はですね、今ここ新潟県の妙高っていうところにいるんですけども、ここからお送りしております。昨日はですね、狂咲ゲンチャリロードさんの、ガレージにですね泊めていただきました。で、今からですね、この道をたどって、埼玉の方に向かいたいと思っております。全県制覇を目論んでおりますので、ちょっと埼玉、群馬をですね取りこぼしたということで、そちらを経由して、もう一度またね、西日本海側には戻ろうとは思ってるんですけども、置き忘れたものを取り返しに行くっていう感じですかね。はい。で、朝からですね、先ほど見て、朝から管理人のですね、清水さんとカップラーメンを差し入れの食べたりとか、いろんな話して、で、昨日とにかく早寝たりとか、早く動画やればよかったんですけど、もうその狂い咲き原茶リロードさんの80年代ルームっていうんですけど、あそこでもう原茶リの CM バンバン流れてたりとか、なんか面白い漫画めっちゃあるんですよ。エンブレムテイク2全巻読んだりとかしてたら、もうまずスタートがもう今もう12時なんで、まずスタートが遅いじゃねえかっていうことと、そんな動画が使える環境なのに何してたんだよみたいな感じで、無駄に時間を過ごしてしまったんですけど、楽しすぎてちょっとまったりしました。はい。ということで、到着まで202キロということで、なんかね、目の前には大きな、山が見えてきてますが、大丈夫です。今日からは晴れるんで。で、もうゲンチャリロードさんに MDF、の、パーカーずーっと僕が着てたやつと交換してもらったんで、はい、この着てるパーカーはですね、ゲンチャリロードさんのやつと、はい、ブツブツ交換しました。はい。なので僕のパーカーはゲンチャリロードさんのとこに行ってます。はい。長野県の、長野市っていうところを走っています。以前18号線で変化はないんですけど、山の中に入ってきて、すごくアップダウンのある気持ちいい道を走っています。はい。では道すがらにあるスイーツを行くってことなんですけど、この先6キロ先に栗菓子店があると。でも日曜やから空いてるかどうかわからんと。でももう680左に曲がるっていうことなんで、そうなんですよ、一応ルールは道すがらにあるっていうのがルールです。お菓子の店はアルパジェン、ちょっと行ってみて。こんにちは。
この店オリジナルのなんかお菓子ってどれになりますか？そうですね、口でしたらこちらのモンブランですとか。あ、なんか栗がすごいね、有名でしたもんね。そうですね。あ、じゃあそれお願いしますってことですね。あ、ね、うちの場合はフランスの栗なんですよ。どうしましょう。いや、いいです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 よ。アルパジョンさんの一押しの肩ですね、表面は。そうですね、栗とバター、栗とバター。モンブランのケーキって案外柔らかいのがね多いですけど、これは硬い、あえて硬めに、だからこうガッツリガブって言うんですね。あ、そうです。なるほど、おいしい。下がタルト、下がタルトになってる。なんか食べ応えありますね。一見小さいですけど本当になんか濃厚で、これ1個食べたらお昼ご飯1個のカロリーあるんちゃうかぐらい濃厚ですね。なるほど、モンブランのケーキではないですよ。なんかこう、ちょっと硬い感じでね、タルトの上に乗ってる感じで美味しくいただきました。356円です、アルパジョン長野。長野県どこでしたっけ？オブセ町、アルパジョン。よかったら来てみてください。ということで、一発目ね、アルパジョンさんね、長野県でいただきました。高原っていうか峠入りました。結構山深いですね。まあ、このプロジェクトがなかったら通ることのなかった道なんで、僕も審査、ほらもうほらもう、うわーすごい、まだまだ上がっていますよ。確かにこれトラックにはきついやろうな。ずれて4号線っていうところに入りました。はい、サクサクと進んでるんですけど、また山登るんでしょうか。一つの山は越えましたね。またもう一つの山なんでしょうか、なかなかこのとこ通らないですからね。山深いです、はい、あっち都会なんですけどね、都会じゃない道を指しして示しております。結構僕がね決めた道が変な道なんですよね。でもなかなか群馬県で出てこないですね。そんな簡単に出てこへんか。でもまたここは長野県なんかなっていうのは疑問ですね。長野県ってそんな、さあ群馬県はまだなんでしょうか、それとももうここは群馬県なんでしょうか。もう僕はさっぱりわからないです。でもとにかく行けばですね、群馬県の隣が確か埼玉やったんは覚えてるんですよ確か。それで行けると思いますね。それでコンプリートっすよ関東は。そのはずそのためだけに200キロも遠回りした。はい、佐久っていうね長野県のこう端っこの方の、パーキングエリアで電池交換とトイレ休憩しました。でもうちょっとで多分群馬県やと思うんですけどね。群馬県に入って、埼玉県を目指しますと。これで関東は制覇と。千葉県に関してまだ行ってないんじゃないのっていう書き込みあったんですけど、僕あのその前のワイズファクトリーさんのところであの編集ブチブチブチってやってますけど、千葉通ってるんでなんだかんだちょっとあって、あの知り合いのとこに一回寄ってるんですよ。そこちょっとオンエアしてないですけど、千葉はかすめてるんで大丈夫です。はい、秋の交通安全週間実施中って書いてましたね。この道危なそうやな。でなんか東京からヒーヤンがちょっとこっちに向かって走ってるっていう情報もあったりとか、ちょっとずっと走ってたんでちょっとツイッター情報ちょっと見てなかったんでちょっとよくわかんないですけど、考えたら長野県ってめっちゃでかいですね。いやもう昨日も思ったことだけど、地図で見たらあこう行ってこうでこうねって思うんですけど、実際走るじゃないですか、全然もう全然違います。固定してるとこが辺鄙なんでここ曲がるみたいですね。
いいじゃないですか。なんか普通絶対このとこ曲がらないんで、はい、辺境埼玉っていう設定にしてるんで、こういうところにね団子屋さんとかあったらめっちゃ絶対美味しいと思うんですけどね。いいですね。580右です。おお、こういうところ来るって新鮮ですね。下仁田駅っていうのがあるみたいですね。へえ、一応って言うと失礼ですよね。なんかええ感じの、こういうとこあるんじゃないですか、スイーツ。マルヘイ絶対ありそう。自慢のお店ピザか。やっぱこういうとこ来たら和食でしょ、 和食スイーツでしょ。へえ、昔ながらって感じっすよね、商店街いう感じ。スストちゃん、えぐ、なんていう車やろこれ、かなりえぐ。なんかありそうやのにないな、お店。鈴木や、鈴木の店がある。おお、今見た、モンキーがダックスやったかな、ダックスあったね。ああいうとこで絶対持ってるよねそういうの。はい来た、和菓子やってる、やってないよね。うわー、入りたかったのに、ああいうとこ入りたいんですよ。やってなかったね。あ、まんじゅう、あー、ほらほらほら、こういうとこ、はい、来ました、はい、来ました。ここはですね、なんとこ信濃屋キスケ？ケースケ？おはぎあります、かりんとうまんじゅう、何しよっかな、カスケロール美味しそうやな、おすみつきまんじゅう、おすみつきまんじゅうもまそう。ちょっと考え、これがカスケロール130円ですで、これがおすみつきまんじゅう、おすみつきまんじゅうで97円です。じゃあまず、でもお墨付きまんじゅうってのぼりが出るってこと、お墨付きまんじゅうが多分ねオリジナル、まあどれも手作りなんですけど、だから若い人に人気なのはこれらしい。うん、おいしい。このロールのとこは優しい。さんのお墨付きまんじゅういただきます。うん、あんこがあのそこら辺で売ってるやつよりもすごいコクがある。あ、で餅みたいな、ね、いっぱいいろんな人にね、ライダーに来てもらってね。南北の川で拾える目のあげる、ちっちゃいちっちゃいけど。何をくれる？目の。目のって何？はい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 。メトラドって。すみません、貴重なもん。いやいや。あ、え、もう何代目なんですかここで作って。今俺で3代目だよ。3代目。次は4代目。はあ。関取だった。あ、カスケ山っていう関取さん。長野県の出身なんで。はい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 。で草相撲。うん。今の本場じゃなくて草相撲、うん、素人の。はい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 。それの相撲取りの後ついてきて。はあ。そんながカスケ山ってんの。なるほど。で草餅もあったりカスケになってる。ああ。あそこはですね、カスケさんっていうお相撲さんがねいたんですよ。ほんで草相撲を当時やってて、それでまあそういう歴史があると。あの人が3代目
今が、で次が4代目ということで140年続くですねお店でございます。そして今県道45号線をですね走っております。目的到着まで30キロなんでもう割と近いと思いますですね、はい、こっち行ったら十国峠、僕はこっちです。あと到着まで19キロですね。なかなか面白い道ですよ。こっからです。この先がこれ、ほらほら、これでしょ、これでしょ、ちょ、あ、群馬県、そうでしょ、ここが群馬県なんですよ。そうそうそう、だからこっから先に行くと、あ、これこれ多分この先ですわ。これが埼玉県、着いたな、これや。 あった、あった、あった、来た来た来た、これ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 、着いた着いた。大変やった、小鹿野タウン、これはエグかった。小鹿野タウン来ましたよ。ゲッツ、これはほんまに嬉しい、これは嬉しい。群馬埼玉、群馬埼玉、一瞬埼玉行きましたよ。